はい、久保さん、こんばんは。気になる男、第116話。116話で合ってますかね。116話、できましたので、できましたので、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、前回、久保さんの方が、これですね、稼げて、YouTube で稼げて、モテて、健康で仕事をする方法っていうね、なんかすごい充実した内容をお話ししていただいたんじゃないかなということで、まあ、4つのね、4つのこのお金と恋愛と仕事と健康の話を20分にわたりしていただいたんですけど、まあ、情報継承っていう形で、まあ、自分の場合は、まあ、YouTube の話が一番しやすいということでね、この仕事かな、この仕事のところに、仕事とお金かな、ここのところについて少し深掘りしていこうかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、久保さんが一番初めに言っていたところですよね。YouTube 活動そのものがネタになるんだと。YouTube 活動そのものがネタになるんだと。まあ、YouTube をやる人はですけどね。YouTube をやる人は、この YouTube 活動そのものがネタになると。もうどういうことかと言いますと、まあ、これ自分のちょっと具体例、最近ここ直近の話をするんですけども、ちょっと新しいコーナーを始めてみたんですね。新しいコーナー。この90秒で100万稼ぐ、まあ、覆面 YouTuber みたいな感じで、まあ、100万稼ぎたい方、もしくはね、月3万を確実に稼いでいきたい方っていう方に向けて、まあ、いろいろ、まあ、自分のこのね、なんと言いますかね、自分がその広告収入、稼いだ分の、まあ、収益のね、ちょっと報告、収益をちょっと公開していこうみたいなね、いう感じの試みでちょっとやってみて。例えば昨日だったらこの松の家のロースカツ定食、違う、おろし厚切りロースカツ定食は無料みたいなね、まあこれぐらい稼げたんですよみたいなね、話をちょっとしたんですけど、これ自分でちょっとやっててね、これもう画像がちょっと見えてないと思うんですけど、これ食べたいなと思って。ロースカツ定食美味しそうだなと思ってね、昨日ちょっと自分で作ってやっててね、もし、なんか、だから本当にそのなんだろう、ね、今ここ、600円とか700円とかの今お話ししてるんですけど、いや、侮る、たかが侮るなと、ね、本当に毎日のね、今毎日600円とか700円の、まあ、昨日600円で、その、あ、一昨日が600円で、昨日が700円みたいな話してたんですけど、いや、やっぱでもこの700円でね、ロースカツ定食が食べれたり、まあ、600円で、このドミノピザ食べれると、これやっぱすげえなと思って、だって毎日毎日夕食分がね、タダになっているくらい稼げてるって思うと、すごいこれなんか意味あるなと思ってて、だって会社員、社会人の方だったら毎日の小遣いってね、3万円とかだと思うんで、毎日毎日自分の夜のご飯が稼げるってやっぱ非常に意味あるのかなと思って、ね、稼げた分毎日夜はね、うまいもん食えばいいっていう 考えたっけね、稼げたんでピザ行くかとかね、夜ピザ行くかとか、あ、こっちか。600円稼げたらピザ行くかとか、700円行ったらね、じゃあ、ロースカツ定食からで、どうかしたら1000円以上とか2000円以上稼げちゃったらね、もっと贅沢できるわけじゃないですか。なんかいいなと思って、なんかこういう試みちょっといいなと思って、今ちょっと続けてるんですけどね。ちょっとどうなるかわかんないんで、また作っていく、今日も作るんですけどね。まあ今日っつっても今日付と時間がもう金曜日になって、あ、ちょうど今日、2020年11月11日、金曜日ね、1111が並ぶ。もう今2時半過ぎちゃったんですけどね。早く久保さんに送んないとね、いかんなと。
いかんな言っても2時半回ってるんですけどね。はい。っていうことをそのやり始めて、あ、すごくやっぱりこのお金に対してね、小さいお金のこの積み重ねがやっぱり大きなこの100万っていう数字に行きますんで、この小さなお金を大切にしていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうのを含めて今やってるんですけども、100万ですけどね、100万に向けてなんですけど、あともう一つですね、久保さんの運営している速稼塾ですね、速稼塾に、まあ、知恵袋っていう形で、最近その YouTube の、まあ、YouTube の小ネタですね、 YouTube の小ネタをちょっと紹介するって形で今ちょっとやってるんですけど、まあ、特に最近はこの伸びないチャンネル8000円って形でこうずっと今やってるんですけどね、結構これがすごい人気なのかな、まあ、これが結構人気で、まあ、これもしかしたらあの久保さんの速稼塾のポータルサイトに載せていただいてるんで、まあ、そこの速稼塾の塾生さんがわーって見て言ってくれてる可能性があるんで、まあ、伸びてるかもしれないっていうところがあるんですけど、やっぱね、この YouTube を伸ばす上でも、その、ご視聴者の利益を考えましょうとか、自己満足の発信はダメだよとか、動画投稿頻度をしっかりね、出していきましょう、動画投稿していきましょうみたいなね、ごく当たり前のちょっと話をしてるんですけど、まあ、そのごく当たり前のことがやっぱなかなか、まあ、難しいんで、まあ、そういうところをちょっともう一回再確認する意味で、こうお話ししてるんですけど、まあ少しこれは需要があるなと思ってて、まあ、ちょっと自分でも作ってて、YouTube のね、興味ある人はやっぱり見てくれてるんだなって思うことで、まあ、こういうね、やっぱこうネタというかね、まあ、自分もこれ失敗してきたんですよ、やっぱりその動画投稿頻度ちゃんと出さなきゃいけないとか、自己満足の発信ダメとか、視聴者利益考えてないとか、これ全部自分の失敗なんで、このなんだろう、それは全部ネタになるんですね、 YouTuber という職業は。うん、だそれに対して、まあ、一時期はね、こう落ち込むんですけど、もう今になればね、こう落ち込みすぎずにね、でうまくいったとしても、まあ、有頂天すぎずになりすぎずにね、こう淡々と、ああ、これはうまいことネタになったなと。なんで、じゃあこれは動画を作っていこうっていう考え方にも最近なってるんですよね。だから全てがその、なんだろう、情報っていう形で、まあ、今回 YouTuber はね、脇役でいいんだよと、主役は情報なんだよみたいなね、お話をちょっと、まあ、久保さんのこのキーワードがあったんで、これをやってるんですけど、本当にこの情報がやっぱり全てなんで、だからじゃあ、ああ、いいネタになったなと。俺がっていうね、なんだろう、こう、これ落ち込むじゃないか、これ有頂天の方ですね、これ有頂天、有頂天で、こっちが落ち込まない方はこんな感じかな、えーっつってね、そうそうだ、落ち込みすぎず有頂天にならずっていう、人生いろんなことあると思うんですけど、あんまりここら辺精神のブレを持たずに、まあネタになったなーっていう考え方で、情報をね、伝えていくのが、まあ、YouTuber ってお仕事なんでね、そういうところを考えていくと、まあ、すごく、この、なんだろう、精神がぶれにくいってね、これやっぱでかいなと思ってて、あんまりその、自分がっていう、なんか、うわーってならずに、本当に、あ、まあ、ネタになったなと、じゃあ、よかったよかったと、じゃあ、まあ、作って、動画ね、作っていきましょう。なのでね、じゃあ、この話をね、動画にしようっていうね、感覚になるので、すごく、まあ、YouTuber っていう職業は自分の中で性が合ってますね。うん。うん、YouTuber はこの動画を作るのがお仕事なんで、まあ、どういうふうに動画を作るかっていうと、まあね、自分の、まあ、人生劇場じゃないですけどね、まあ、こういうことに対して作ればいいだけなんで、すごく、まあ、やりやすいなと思ってて、そして今その体験プログラムに参加している塾生さんのちょっと事例を出させていただくんですけど、昨日もね、ちょっと紹介させていただいたこのお帰り、今日のお帰りっていうね、やっていただいているお帰りさんなんですけどね、もう昨日からサムネがついたんですよ、サムネ。すごい。サムネがつくようになって、もうサムネって、今回もサムネ、ワンちゃんにサムネがこうね、
バッチリついてるんですけど、すごいですよね、これ。だって2週間前は YouTube やった、1週間前か、まだ1週間しか経ってないのか、1週間前 YouTube まだやったことない方がね、まあ要は食わず嫌いだったっていうね、まあ要はやろうと思ってできなかったっていうところだったのが、もうね、もうね、すごいですよね。これも自分もびっくりしてるんですけどね、本当に。こんなね、綺麗なサムネ作れるんだと思って。びっくりですよね、本当に。まあ、食わず嫌いっていうね。まあ、この中の話でと、その、ガラケーあったじゃないですか。ガラケー。やっぱ、ガラケーから、スマホに変わるときって、やっぱ大変だったと思うんですよね。でも、結局、それって使いこなせるようになったから、今があるっていう考え方で。まあ、その例としてね、YouTube もやったことないんだけど、まあ、やったらどうだったみたいな話もちょっとねしてたんで、まあ、こういう話したんですけど、いや本当にやっぱりやってみるもんだなと思ってる感じですよね。これはもう自分じゃなくて塾生さんがやっぱり感じてるところ。さらにもう一つはね、この速稼塾リレーって形で相川さんって方とちょっとリレーやってるんですけど、これは塾生さんになる前からねちょっとリレー動画始めて、今回リレー動画やってる関係で塾生さん体験プログラム入っていただいたんですけど、本当にここですよね。見えてるけど見えないふりって YouTube ね、やろうと思ってもやってなかったみたいな、本当にこういう考え方っていう、やっぱこうこれが見えるようになったら、このやっぱりこう目標をねどういうふうに立てていくのかとか、そしたら速稼力すぐ稼ぎたいっていうね気持ちがこう増えたり、こうどん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 目標がやっぱり明確になると思うんですよ。今までその見えなかった、まあ、見えてたんだけどその見えないふりをしていたというか、まあ、自分と向き合ってなかったっていうところが、まあ、すごくねこの明確になったことによっていろいろこう見えてくるみたいな、目標だったりね、気持ちがすぐ稼ぎたいみたいなね、そういうところっていうのがやっぱ変わってくるんで、やっぱりこの YouTube をやることによっても、そのより自分の深層心理をこう出していくことも、要は喋れますからね、動画でね、動画で喋るってことは自分のことを話すことになるんで、やっぱりそこっていろいろ自分の本当の思いっていうのを知ることができるんじゃないかなと、情報を伝えるっていう意味でですね。だから本当に今この瞬間、まあ、生きている自分を表現していると、まあ、自己表現しすぎるのはあれなんですけど、ね、今回脇役 YouTuber 脇役でいいって言ってますけど、ただねそれでもやっぱり自分を表現するっていうところはあるので、このやっぱすごいやる意味ありますよね。これもちろん主役は情報ですよ。もちろん主役は情報なんで、当然、まあ、YouTuber という職業は、まあ、話す内容に、価値があるわけで、ただそこっていうのも顔出しする顔出ししないっていうのは全く関係ないんですよね。あくまでその情報ですから、あくまで情報で、どういう情報かっていうと、その考え方ですよね。考え方っていう情報を知りたいわけですね。で今回そのタイトル回収に入るんですけど、まあ、主役は情報ですと、主役は情報なんだよと、まあ、YouTuber、 その YouTuber 自身ですね、YouTuber 自身は、まあ、脇役なんですよね。だから悲しいとか寂しいとかあるかもしれないけど、それはねあくまでこっちじゃなくてこっちのためですね、情報を提供するためにあるんだと。だから本当に YouTuber 自身が、まあ、その人柱じゃないですけどね、なんかこういうことがあったけど、それをね情報として、ね、しっかり伝えることによって意味があるのかなと思ったりもするんですけどね。もちろんね、あまりにその動画投稿者自身がね、前に出てしまう。つまりもう、悲しかったんだ、辛かったんだってね、ちょっと この気持ちがあまりに強すぎてね、それを表現し、こっちの方の感情表現が出てしまうとですね、その、ちょっと脇役がね、脇役だったはずが、その表舞台に出すぎちゃってね、ちょっと視聴者がね、なんか情報が知りたいのに、なんか気持ちだけ言われてもあれなんだみたいな感じになっちゃうんで、まあ、ちょっとね、この視聴者がついてこれないみたいなね、感じになっちゃうんであれなんですけど、あくまでね、この情報を届けるっていうね、
情報を届けることがね、YouTuber のこの存在意義ですのでね、そういうところを考えていくと、まあ、YouTube で情報をもっと多くの方に伝えていきたいって、まあ、報道イメージですね。報道イメージ。この体験プログラムに参加している以外の方、でもニュースの報道をやってる方いるんですよ。はい、ニュース情報をその YouTube で発信するっていう、まあ、イギリスかな BBC だったかな、そこら辺の情報を発信するっていうことをやってる方もいるんで、非常にねこう YouTube としていいんじゃないかなと思って、そのニュースに対して自分のこう所感だったら思うことをこう発信していくっていうことをやってるんですけどね。なんでまずねこの YouTube 始めてみるとか、YouTube チャンネルを開設してみるっていうことをやることによって世界広がるんじゃないかと思うんですね。今回いろいろお話、自分の中で講座、こういう講座があるよっていうところも少しお伝えしてるんですけどね、まあ、自分のこのまずでもやるとしては講座がどうとかそういう問題ではなくて、まあ、チャンネルをまず作成していくチャンネルを作成していって、そして動画をアップロードする、こういうところしかないんですよね本当に。本当の基本情報を、じゃあ YouTube で情報を誰かに伝えていきたいなって、思っているんなら、ね、YouTube をじゃあ始めようと、じゃあ今から始めてみようと思ったら、もう本当にこのチャンネルを開設すると、そして動画をアップロードしてみる、もうこれしかないんですよ。この大きな2ステップしかないので、まあ、それをただやればいいだけなんですよね。なのでそれをできると、まあ、脱初心者っていう形になりますのでね、まあ、もしよかったらこういう講座ねありますので、お声かけいただければね、YouTube 脱初心者になるんじゃないかと思いますけどね、本当に。まあそうやって皆さんやってますからね。なのでね、もし脱初心者になりたい方はね、こういうお声かけいただければいいのかなとは思うんですけども、その、まあ、体験プログラムの参加者、ちょっとね、今回、昨日かな、まあ昨日というか、夜、今ももう朝っていうか夜みたいなもんなんですけど、この圧倒的記録がね、ちょっと出たんで、これシェアちょっとさせていただきたいの。これ初めてですね。こんなことあるのかっていうぐらいね、ちょっと自分もびっくりして、まあ、ちょっとずるいな、ちょっと本音言うとずるいな、みたいなね。ずるいな、みたいな感じになって、ちょっとね、もう、羨ましいなっていう気持ちがすごいあったんですけどね。ちょっとこんな結果報告をちょっとシェアさせてください。まあ、ありがとうございます。ということでね、ちょっと名前をちょっと、ちょっと隠させてもらいますけど、まあね、登録100名いきましたってね、100名いきましたっていう、いや普通100名そんなすぐいかないんですけどね相当大変なはずなんですけどね、あっという間に突破してしまいましてですね、まあ熟成さんと思われる、まあ、皆さんの真似をして動画を作ったおかげですっていうね、まあ、熟成さん、これが熟成さんのチャンネルだっては自分ははっきりは言ってないんですけど、まあね、ここら辺が熟成さんのチャンネルになるよっていうのはお伝えはしてたんですね。まあ大体わかると思うんでね、見ていったら。したらですよ、まあ、こうなったわけですよね。本当止まらない登録者数のカウンターという、ね、止まらないとね。いや、こんなのなかなかないですよ、止まらないなんて。そもそもチャンネル登録者のカウントが進まないですからね、進まない。普通はここが進まないってね、いつまで経ってもこのゼロしか見えないってね、いつまでゼロない、ゼロやねんっていうね、感じなんですけど、今回はね、この止まらないっていうね、ことが発生したんですよね。いやー、びっくりしましたね、今回。まあ、なんかここでどうしてもシェアしたいなと思って、まあ、こんな感じなんですよね。結果、ちょっと、らい、その、モザイクかけまくってるんですけどね。その、まあ、今さっき見たら139人いったんですよ。ちょっとここね、拡大してるんですけどね、ちょっとだけ。139人、すごいですね、これ。ちょっとね、ちょっと信じられないですね、自分は。これは、ほんとすごいなと思って。まあ、ね、動画投稿、10日ですよ、10日。本当につい最近体験プログラムね、やるっつって、久保さんとズーム対談して、それで体験プログラムの話をして、で、入ってもらったんですよ。11月スタートですからね、11月スタート。11月1日スタート。まあ、またね、久保さんと来月の末に
ズーム対談もう一回することが決まってね、決まったんで、まあ、今月末ももう一回ズーム対談、久保さんと、こういうお話もしかしたら、またできるのかなと思ったりもするんですけど、本当にこの、投稿本数10本ですよ、10本。ちょっとね、ずるいですよね、ずるい。ずるいなーってね、こんなことあっていいのかっていうね、ちょっと羨ましくてしょうがないんですけどね。でもちょうどやっぱり、でも、起きてしまいましたからね、もう言うしかないかなと。で、登録者100名超えですよね。もう139人今言ってますから、もしかしたらもうどん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 今の、今こうやって喋ってる間もね、カウンターがね、どん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 こう動いてるんで、もしかしたらこのね、方はもうずっとチャンネル登録者数を見てね、なんかウハウハ言ってるかもしんないですけどね。はい。まあこれはね、ほんとトレンドの大波に見事乗った結果なんですよね。いや、まさに、まあ、お見事と言いたいですね。本当自分も今、確かに毎日作ってるんですけど、動画を。確かに大波が来てるなぁとは気づいてたんですけど、まあ、特にチャンネルを作り立てというかね、まあ、この方はそのチャンネルをもともと作ってて、このチャンネルに新しく、この、なんだ、ジャンルかな、このジャンルに参加して、まあ、やり始めたんですけど、まあ、それでもね、やっぱり、トレンドにね、見事乗ったということでね、ほんとショート動画一切使ってないんですよ。僕最近ショート動画ね、すげえ回るよって話はしてたと思うんですけど、久保さんも。全く使ってなくてね、本当に動画、通常の動画一本でね、こんなことが起きてるんで、いやー、すごいなぁと、本当に。そんな簡単にね、登録者なんて100人なんて行きませんよって言ってたそばからね、行かれて、なんかな、なんだかなっていうね思ったりもするんですけどね、まあ、こんなの見せられたらね、やらない手はないですよね、正直。自分もこんなん聞いたらやりますもん。え、マジかみたいな。いや、だから本当にこのトレンドの大波をね、掴むとね、こういうことが本当に起きるんだなっていうところは今まさに感じてるんですけど、まあ、それもその無料でやっぱ発信するからこそ成り立つのかなとは思っていて、でもこれって、まあ、これが続けていけばね、まあ、そう遠くないうちに、まあ、発信者はね、広告収入、まあ、手にしますからね、当然ね、まあ、こんな感じで進んでいけば、今100人ですから、140人でしょ。まあ、ずっとね、このペースが続くかどうかわかんないですけど、ただね、続けていれば確実に手にすることはもう間違いないわけじゃないですか、普通に考えて。やめなければね。本当にその、YouTube を見る側だったのか、ではなくて、そろそろ見せる側になった方がいいんじゃないですかっていう、ちょっとご提案ですね。あくまでこの気になる男シリーズをせっかくこうやって見てるんなら、この見てる側じゃなくて、見せる側になったらいいんじゃないですかね。まあそっちの方が多分楽しいんじゃないかなと思ってて、まあどちらの人生がお金と、まあ、お金ですよね。お金と、まあ、時間、ちょっと時間表現できないんで、あれなんですけど、今11時。今日は11月11日なんでね、1111ということ書いてるだけなんですけど、本当にお金とね、時間、どっちが本当に充実して、やっぱね、見る側だけだと、なんか時間がこう減っていっているだけなんで、できればこう見せる側にして時間を増やすみたいな。時間は増えないかもしれないですけど、お金が増えると思うんで、まあ、こっちをやった方がいいんじゃないかなとは思っていて、まあ、YouTube をね、初めて見ることで生き方が変わる。ちょっと初めてが漢字違うのかな、これは。初めて見るみたいな感じ。ちょっと、言いたいことはこんな感じですね。YouTube 初心者が初めて見るみたいなね、いうことで、まあ生き方変わってくるんじゃないかなと思って、だって現にこのね、おかえりさんだってもう1週間でこんな動画作ってますからね、本当成長はやばいですよね、こんなのね。今までやってなかったことをやり始めるってこんなに成長するんだって、まあ、思いますしね。まあこちらの相川さんも本当にどん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 このやっぱリレー動画をかますことによって思考がどんどん深くなってるんですよね。本当にすごいなと思ってて、よりその自分が潜在的に思っていたところっていうのがすごく
こう鮮明になってくるっていうところあるので、本当にいやなんかすごくいい YouTube をやるっていうのはすごくいい、なんだろう、人生、まあ、ここですね、人生の、あら行き過ぎたこつか、その生き方がやっぱり変わるんじゃないかと思って、その潜在の考え方が変わるんですよね。もともとこうなったらいいなと思ってたところっていうのが、よりその現実的に変わっていく。本当にこれ現実世界変えてますからね。 YouTube やってなかったところが、やってなかったところがこんなやって形になってますからね。そして今までね、やろうやろうと思ってたけど、まあ、ちょっとね、しっかりとよりね、心がすごく良くなったっていうか、まあ鮮明になったって感じですね。クリアになった、クリアになったって言い方が正しいんですかね。クリアになったっていうところがあるんじゃないでしょうか。なのでね、まあ本当にチャンネル作成し始めたらもうあとアップロードするだけなんでね、まあ実際これができたらもうこのチャンネルを作成するっていうことができたらきっとアップロードしますよ。本当にこのきっかけだけですよね、言ったら。うん、このチャンネル解説ができればきっとアップロードを始めると思うんでね、まあよし、もしよかったらこの脱初心者にね、脱初心者で頑張りたいっていう方はね、ぜひ声かけてみてください。はい、ということで YouTube を始めてみることで、初めてね、見ることでスタートをね切ることで生き方変わってくるんじゃないでしょうか。そしてですね、ちょっと問い合わせが昨日あったよっていうところだったんで、ちょっとそれも一つシェア、最後にシェアさせてもらって終わろうかなと思うんですけど、こういうことでしたね。もしあなたが今以上にお金を稼げるようになったらどのような不満が解消されますかねっていうちょっと質問させていただいてるんですけど、まあ、問い合わせでいつもこのフォームをね入れていただいてるんですよ。あの問い合わせ自分にしてもらったら問い合わせフォームってところをかましてるんで、まあ、それでこう連絡してれてるんですけど、その時やっぱり、まあ、惨めだと感じなくなるというところだったんですよね。まあ、もちろんね、このお金が全てっていうわけじゃないですけど、お金がないことによってそのやっぱ惨めになってるっていうんであれば、ここはやっぱりお金稼いでいかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりもするし、まあ、この方にもお伝えはしたんですけどね、やっぱ自分が惨めだと、お金稼げてない自分が惨めなんだっていうところだったんで、ならやっぱり稼いでいくしかないですよねっていう、もう単純明快なところなんですけどね、まあ、それが今現状のね、悩みだったり不満っていうんであれば、やっぱりお金は稼いでいくべきなのかなと、まあ思ったりもしますね。はい、ということで今回ちょっとね、なんか脇役でいいって言うんですけどね、もちろん脇役でいいんです。主役は情報ですよ。主役は情報なんだけど、やっぱりこの惨めともしね感じてんなら、 YouTuber としてね活動していくと、うん、っていうことによって何かこう変わっていくことがあるんじゃないでしょうかね。はい、ということで気になる男第116はこんなとこで終わっていこうかと思います。少し長くなっちゃいましたね。はい、ありがとうございました。そして久保さん、次回第117話ですね、またよろしくお願いします。急いで送りますもうね、2時半から喋り始めて、もうこれ30分経とうか経つまいかっていうねところなんで、いよいよ3時になってるんでね早く送らないといけないということで、今すぐに送らせていただきます。なんとか今朝方の動画の今朝方のね、久保さんの時間にはまるようにはまればいいかなと思います。はい、ということで、ここまで覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。そして久保さんご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。はい、どうも。